なくても大丈夫。
東進工業株式会社、代表の沢井と言います。アルマイト処理をやってる会社です。アルミの表面処理業になります。昭和51年の1月に創業、まあ、先代私の父親になりますけど、創業しています。で私が、平成18年から、現職に就きました。アルマイト処理屋さんというのは比較的小さい業界でして、まあ、弊社は、その中でも、まあ、精密機械の部品とか半導体関係の部品とかそういうものに、力を入れて、やってきました。会社さんが減っていく中で、まあ、今までよそでやってたけども、できなくなって、どっか探さないといけないというような、ニーズって比較的増えてきてるんですけれども、まあ、その中でうちが弊社ができること、まあ、一つはそういう精密機械系の部品に対しての細かいセッティングですねっていうところがまず一つ自信のあるところ。結局は精密機械系の部品なので取り扱いでもって傷をつけたりとかいうようなことが、ダメなんで、まあ、そこをさらに、強化するというか、まあハード面ソフト面両方ですね、やってきたっていうところが一つありますね。でそれともう一つは、まあ、いわゆる装飾性能を求められる製品っていうのが、まあ、一定数あって、それを、まあ、よそのアルマイト屋さんでやってて、今いろんな理由があってうまくいかないっていうことが、あったものに対して、まあ、うちはある程度の、管理をね、しっかりやれる体制を作ってありますので、まあ、それが比較的ハマってるみたいに感じるんですけど、そういう引き合いが、しかもあの近辺だけじゃなくて、まあ、例えば関東のお客さんだったりとか九州方面だったりとかいうお客さんからの、依頼が、増えてきてるかなというふうにすごく感じます。まあそういう意味ではそういうところを外部に対してアピールしていかないといけないというところでウェブサイトを利用してっていうところを、まあ、強化してるっていう意味では、まあ、取り組んでることかなとは思うんですけれども、はい、アルミの、表面処理業なんで近い将来遠い将来含めてですけどそんなにすぐになくなるような業界じゃないっていうふうに考えてるのでまあ全国の、これを見ていただいた、ユーザーさんが、お困りであれば、お声かけていただければ、ご相談に乗らせていただきたいなというところが、願いですかね。